画面が赤いんだけど、なんで？こんにちは。ガサゴサしてる。まだコンタクト入れてないからさ、目がちょっと見えてません。大森タコお疲れ、ブラボー、ハート、結婚してファイト、ありがとう。こんばんは、こんばんは。めっちゃねむくんでたよね。あ、こんにちはだった。やばい、ショールームの口癖もうこんばんはなんだよね。夜にしかやんないから。くせ。もうこんばんはでいいんですよ、こんばんは。うんうん。今日は夜更かしするね。ありがとう。ありがとうございます。ベッキーありがとう。今日はね、オールナイトフジコさんに出演させていただきます。そう、見てください、ぜひとも。なんかさ、ほら、こうやったら赤くな、なんで。あーだー、お疲れ、ありがとう。たまたま休み時間だから。あ、お昼休憩ですか。おつー、お疲れ。生放送なの。そう、生放送なんですよ。リアタイします。お、結構な覚悟が必要ですね。みんなお昼休憩、みんなこの時間ぐらいがお昼休憩なんだ。お昼休憩お疲れ。いい、ありがとう。ブラムハートもありがとう。放送してないのに TVer で見ます。ぜひとも、放送してない地域の方もぜひ TVer でよかったら見てください。夜配信はそうないです。目うるうるね、やばーい、なんか目がしばしば。しばしばです。何分頃まで配信するか、そんなに長くなくします。12時、今じゃ11時50分ぐらいに予約入れたんだけど、12時、2時、あ、嘘、うん、15分、12時15分ぐらいまでに終わろうかなって思ってます。30分いかないぐらい配信する。25分ぐらい。うん、ありがとう。来てても大丈夫？え、寝ててってことですか？やばい。放送中寝ないから大丈夫。
このもう素な感じを。泣いた後みたい。なんかさ、めっちゃ目がね、あれなんだよね、充血してて、朝もうすごいバキバキに、めっちゃむくんでた。晴れてる？え、晴れてるよ。晴れてます。後悔するのか。今はみんなコンビニダッシュ決めてますか？もしかして。私お昼はみんなコンビニダッシュを決めるもんだと思ってるんで、今多分コンビニのレジに並びながら見てる人もいるかもしれませんね。声だけ聞いてる人もいる。エレベーター待ちの人もいるかも。社員食堂？いいじゃんかよ。あ、手作り？あ、手作りするの偉い。買うのも偉いよ。定食屋で食べます。うわ、回転率早いですよね、お昼。もうね、もう本当にフードファイターの速さぐらい、もう早く食べますよね皆さん。マジでなんかさ、お昼時に行ってお店、そしたらなんか会社員みたいな感じで、なんかスーツ着た人たちが自分よりも後に来たのに、もう本当に急いで平らげて出てったんですよ。急いで、大変だなって。時間ない。そう、時間勝負。みんなめっちゃ早い。駆け込み、もうマイキュート過ごす。お昼休み最高。ご飯食べてる。時間との戦いね。OL さんがお財布だけ持ってコンビニ行くの萌えらしいですよ。勉強になります。燃えるんですね。なるほど。ねえ、なんか社員食堂みたいなのいいな。めっちゃわかるって。だって分かってる人がいる。社員証カード下げてるよね。マイキも制服に財布で歩いてほしい。どういう願望ですか？その中村を見ることはありますかね。なさそうだけども。仕事中に無音でチラ見中。やっほー、手振っとく。
お話し会でぜひ、ハロウィンのコスプレ、お昼ご飯を買いに行く OL さんのコスプレ、もう OL さんのコスプレがよくわからん。やばいね、もう目がね見えないので。なんか、ね、地味ハロウィンって聞いたことある。地味なハロウィンでしょう。まいちゃんのエクボがたまに見えるの萌え。私エクボある？ないと思ってたんだけど、これちょっと待って、エクボないんだけど、あんまり。これですか？ないよね、あんまり。なんかここにさ、たまに変なさ、なんかこういうのできるけど、くぼみみたいな、エクボには見えん。ぽいのあるね、ぽいのはあるんだけど、それただのへこみだよ。エクボもただのへこみちゃうんかいな。え、違うんですか？エクボもへこみっしょ。結婚してありがとう。へこみだよね。あ、ちょっとただのは、あの、訂正させていただきます。素晴らしいへこみです。なんか髪の毛乾いてないみたいに見えるな。唇治った？なんかさ、唇のあの修復って早くないですか？結構すぐ治る感じがする。唇腫れてるよ。いや、これがあのいつも基本の唇。広島県竜巻注意報。そうなの？竜巻見ないけど。竜巻あるの？どうやりがとう。竜巻の中に入って行けなかったらどうしよう。今日午後から雷雨になるらしいよ。嘘。広島いないから大丈夫。午後。ちょうど。みんな気をつけて、広島に住んでる方。え、天気悪いの？でもさ、私さ、傘とか持っていかないの、絶対に。だって東京まで傘持ってったらさ、絶対忘れるじゃん、東京のどっかに。東京まで持ってって東京から持ち帰るっていうのは難易度が高すぎて、さすがに絶対に持っていかないんですよ。関東天気、あ、そうなの？
あ、折りたたみ傘？え、星になってる。ね、折りたたみが星になってる。折りたたみだよね、多分。折りたたみ。なんで星になるんかな。なんで星になるんやろうね。わからんね。星見。カタカナもひらがなもダメらしい。ショールームの、ショールームのあの人が折りたたみになんかされたのかもしれません。折りたたみ傘の悪い思い出があるのか。多分そう。絶対そう。だってなんかタオルもダメなの。なんか タオルだっけ、腕だっけ、なんだっけ、タオルだったかな。 それもダメなの。多分タオルにもなんかされたんだと。腕もダメ。バカはなぜかオッケー。そう、バカ野郎っていいらしいよ。だから喧嘩は十分にしてもいいっていうこと、この配信で。あの、戦ってもいいってこと、ここでやんのかみたいな。喧嘩推奨。藤子頑張れよバカ野郎。ああ、いや、ねえ、なんかさ、初めてのさ披露がさ、初めての披露、まあ、テレビ初めてのテレビ披露がさ生なの、結構緊張する。なんかね、緊張するわ。なんかね、まだそのみんなの前でも私は1回しか披露してなくって、なんか披露し慣れてないからめっちゃ緊張する。なんかさ、公演で一回やってたんだけどね、その時は自分やってなくって、テイク2はなし、もう一回お願いしますって。言う。見てる方もハラハラする。マジ緊張する。なんかさ、花は誰のものとかってね、結構披露させてもらってたんで、なんかね、なんか場数を踏むことによって、なんか完全に緊張が取れるわけではないんですけど、なんかこういい意味の緊張で、なんかこう、なんですか、乗り越えられてたんですけど、今回はちょっとね。
つなので、かわいい、ありがとう。私もありがとう。お仕事戻る、頑張れ。いっぱい食べたか。テレビだとカメラ割り意識するのも、確かにここで抜かれるみたいなね。かわいい、ありがとう。公開エピソード、もうあれだよ、ニンニクしかないよ。ニンニク我慢できずに食べて後悔みたいな、もうそればっかりだよ。人生後悔ニンニクばかり、本当にニンニクで後悔したことばっかりありますね。食べなければよかった。でもなんか一時の感情で食べてしまうわけですよ。マジで今回はニンニク、ニンニクです。マイキューのポジションどこら辺？私のポジションは千穂ちゃんとの新芽です。全部は嘘、全部ほぼほぼ新芽で。どこって言われて千穂ちゃんと新芽って答える。だから千穂ちゃんも探さんといけ。まあね、みんな多分まだ多分そこまでこの曲を見たことがないと思うので、録画とかしてそう見てください。あとね、この曲はね、個人的に私はなんかハンドマイク、まあ、どの曲もなんですけど、ハンドマイクよりもやっぱヘッドセットでやるのが好きなんですよ。曲両手振りの方が、両手振りで見ていただきたいですね。ありがとう。髪型決まってるか。今回ね、おろしなんですけど、多分今日もおろさない気がします。わかんないけど、まだ決まってないけど、なんかやっぱり髪の毛が暴れまくって、まとめようかね。カチューシャつけてる。時間大丈夫って、やばい、今何時なの。1216、わあ。ありがとう。いってらっしゃい。行ってきまーす。じゃんじゃ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 んじょう呼ぶわ。ちょっと待ってね。くるくる。コンフィーさん、ミーさん、スルメッコさん、みやびさん、トールさん、マサさん、きなぺこさん、福太郎さん、アッピーさん、パオさん、タニタニさん、タックンさん、ココさん、ありがとうございます。な。引き続き頑張ってね、お仕事。
お仕事、学校、頑張れ。ご飯はいっぱい食べよう。それでは皆さん、夜にまた、夜っていうか配信はちょっとないんですけど、会いましょう。花金、みんな頑張れ。乗り越えて行け。あ、またね、行ってきます。じゃあメール送ります。また 3,2,1 バイバーイ。